をして心と心の交流をしていく、これが真の国際交流だと私は思います。本日はたくさんの外国の方に出席をいただいております。短い時間ではありますが、どうぞぜひお気軽にお声をかけて楽しい交流をしていただければと思います。どうかそういうことをですね、これからはこういう交流を通して日本の、そして隣の人と交流ができるような、気軽に声がかけられるような街づくりをしていかなきゃいけないなというふうに私も思っています。宮代はマニラや東京よりずっと静かで、午後5時を過ぎるとみんなどこへ行きましたかとびっくりしています。ですが私はここ宮代に住むことが嬉しいです。これは本は大に少ないいかずものでござる。ことはあんまり良くないけど、歌はうまいねなどと褒められて、とても楽しい修学旅行になりました。ではそのお料理についてちょっとご紹介をいたします。中国料理は、ゴージャスギと言いまして、これみんな持ってるんですよ。あのね、スコッチ人は残念ですけど喧嘩が大好きなの。おいしい。はい、おいしい。日本語はどこで？私は日本語会社。口すぎくれた。こたきなばるな。たくさんの人が集まってくれて、楽しんでくれたんで本当に良かったです。で今回は結構ね、若い人がたくさん来てくれたんで、それはもう非常に今までにない大きな収穫じゃないかと思います。ベリーフレンドリーとね。今日の感想言ってください。はい、チョンゴレンからどうぞ。国の文化が了解しました。あ、そうね、そうそう、先生先生先生。See you next year.